柴崎コウがアーティスト名、ミューズ系で全世界デビュー2018年5月30日21時46分スポーツ報知新曲を披露した柴崎コウ女優、歌手の柴崎コウ。36が30日、東京、六本木のファッションセレクトショップ、ファーニーズニューヨーク六本木店でサプライズライブを行い、全世界デビューを発表した。柴崎は同日、世界最大級の音楽配信サービス、Spotify などに海外向けのアーティスト名、MU。SEK Music として全編英語言葉のミディアムバラード、ブレッシングをリリースした。ミューズ系は音楽の意味とイニシャル K を組み合わせた自らの造語で、15年前から温めてきた言葉。自ら作詞したブレッシングを駆けつけたファンの前で伸びやかに披露した。今年は芸能生活20周年の節目。昨年主演した NHK 大河ドラマ、女城主直虎が海外でも放送され、支持されたことが海外進出に向かう契機となったと明かし、自らの作品を海外の方にも見てほしい、聞いてほしいと思うようになりました。今後も柴崎コウとして歌い続けますが、柴崎コウ同様にミューズ系を今後もよろしくお願いします、と笑顔で語りかけた。おととし11月にライフスタイル提案会社、レトロワグラースを設立し、代表取締役に就任。